芸人の真鍋かおりが2度目の自民党売国世論工作賞を受賞しました。5日の TBS 昼帯で自民党にこびる発言が評価されたものです。真鍋氏は県民主党の代表選について自民党の総裁選と比較し、盛り上がりに欠けるなと感じると、盛り上がりに欠けるなというか、そんなに関心が集まりにくそうだなと感じるんですけど。真鍋氏はネガティブ発言をいやらしく繰り出します。これが効いているんです。真鍋氏は自民党の売国省のトップを走ります。この後を東国原、堀江門、辛坊治郎、フィーフィなどが追っている格好です。売国省を受賞し、真鍋氏は次の通り感謝の言葉を述べています。真鍋かおりです。いかに分かりやすく間違えないように視聴者に伝えるか、それにすごく時間をかけたのです。